はいどうも、昔の血が騒ぐミストです。はい、本日はですね、モンストコラボダンジョン高校でクイーンバタフライの回収をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回使用するデッキはこちら、サイリ、小川、カミラ、ノーミ、雷、ルシファーということでね、こちら昔のダンジョン高校最強デッキで攻略していけたらなというふうに思っております。もう上限なんてなかったですからね、昔は。この懐かしいデッキでね、まあ攻略できたらなと思っております。で、攻略するにあたってですね、はい、こちらの、まずは校舎入り口から攻略していく必要があります。早速ね、ここをサクッと攻略していきたいと思います。はい、まあここはちょっともう雑魚敵しか出ないので、まあ、全然カットでいいと思うんですけども、ここの敵ですね、てかここを突破するとモンスト高校の入り口、モンスト高校じゃないか、モンストエリアの入り口が開かれます。戻って、はい、セット開始、早送りしていきましょう。ですね、セーラを編成しないとショートカットできないと思ってたんですけども、そういうわけではないみたいです。とにかくこの校舎入り口を突破すれば OK ですね。はい、敵はガンスルーしていきます。まあ普段っていうか、まあ、昔のね、ダンジョン高校のガチサクセスだったら、まあ、霊媒体質がね、野生の勘とかをふんだんに積んでいく必要があったんですけども、まあ、今回はもうボスラッシュみたいな感じですからね、まあ、そこは意識しなくていいのかなと思っております。はい、この後ですね、はい、出ましたと。はい、初級は文字通り初心者向け、中級は装備の揃った人向け、上級はやり込みプレイヤー向けだよといった感じでモンストエリアが開かれます。で、それにあたりまして小さな花を10個もらうことができますので、これをね、回復薬に変換してあげましょう。懐かしいな、マジで。はい、まあ、こんな感じでね、回復して、開発していきましょう。失敗することはないですからね。はい。まあ、とりあえず9個あればいいかな。うん。まあ、いろんなね、組み合わせで回復スプレーとかね、まあ、いろんなもの作れるんですけども、とりあえずはこれで攻略していこうかなと思っております。で、今回の、装備ですね。装備をパパッとお見せしていきたいと思います。はい、まず主人公がシューティングスターの二刀流、そしてダークネスコートに獣の首飾り、水晶の首飾りといった感じですね。スキルはこんな感じです。まあ、バウンサーのキャラはとにかくね、もうこのシューティングスターの二刀流、でも火力重視で、もうどんどん攻撃を叩き込んでいきましょう。あとはまあ主人公ということでね、まあ、HP を多く積んで、死なないような編成にしてあります。で、次、サイリさんのガードなんですが、はい、ベンジャースの血を連続斬り、ダークネスコート、ジェットブーツ、鍋豚シールドでのウォークライ、水晶の首飾りといった感じで、スキルはこんな感じですね。はい、まあメインとなってくるのは、この鍋豚シールドのウォークライ。これが、まあもうドラクエでいう全員バイキルトみたいな形にすることができますので、このウォークライを活かして、もう攻撃力を上げて、ボスを攻略していこうっていう感じですね。で、このベンジャスの血は連続斬りができる、まあ、最高級武器といった形でございます。まあ、あとは、まあ、普通に HP と TP を積んでるといった感じですね。はい。で、ノーミさんがこちら、ベンジャスの血を連続斬り、ダークネスコートで HP ボーナスと必殺プラスな、チェットブーツ、太陽の指輪、そして異界の腕輪ということで、スキルがこんな感じになっております。で、今回攻略するにあたって、この応急手当というものがめちゃくちゃ大事になってくるのかなと思ってます。ここね、レベル15にぜひしていただきたいなと思ってます。ここ、戦闘後に仲間を回復するということで、まあね、ボスで長期戦が見込まれますので、この応急手当を活かして、はい、まあね、ボスを倒していただけたらなと思ってます、うん、今回これが必須スキルなんじゃないかなと個人的には思ってますね。で、最後雷、こちらツインビーストの二刀流ですね、それぞれバックスタブとアームブレイク、ダークネスコート、赤いマフラー、はい、異界の腕輪といった感じで、はい、スキルはこんな感じになっております、まあ、メインといたしましてはこのツインビーストですね。バックスタブが、まあ、不意打ちをした際に攻撃力大アップ、
で、アームブレイクが敵の攻撃力をダウンさせることができます。そして、暗視プラス6を積んでルーレットをね、ちょっとでも遅くしようという、魂胆になっております。まあ、あとは、まあ、HP と TP バランスといった感じですね。はい、まあ、解説長くなりましたが、攻略していきましょう。早速ね。行こう。で、これ、階層のあれ的に青びっくりを1回は踏まなきゃいけないみたいですね。ここやろ。よし、最後に踏んでいく。はい、中級への道を、ゲットしました。で、体力が減っていくと。ダンジョン高校は体力量がそのまま、戦闘での体力ゲージに反映されますので、体力が大いに越したことはありません。で、まずは初級から攻略していきましょうか。なるほどね。1で、2のね、ボス戦のルートを見つけて、で、2でボス戦っていった感じかな。なので、初級1とか、中級1とか、この横に1がついてるときは、まあ、探索技術メインでいった方が良さそうですね。初級からやっていきましょうか。まあ、私みたいに装備が揃ってる人だったらね、まあもういちいち敵と戦闘して、まあレベルを上げる必要もないと思うのですが、まあ装備が揃ってないという方は敵と戦闘して、このね、レベルを上げてあげると、そのままステータスに直結しますので、ボス勝てないよって悩んでる方は、とにかくね、どんどんね、ステータスを上げてってほしいなと思っております。あれで、まだあるの？あ、初級3がボスなの。そういう感じか。結構長いっすね。1、2、3であるんだ。まあ、じゃあ初級から攻略していこうかな。はい、はい、はい、はい。ということで、おそらくボス戦になるでしょう。はい、来ました。5555555。はい、クイーンバタフライということで、ここはちょっとガチで攻略していきましょうか。まずはアームブレイクを叩き込みます。そして、サリさんのウォークライを発動。で、のおみさんは連続切り。まあ、主人公はこのまま、いきたいと思います。ウォークライでバフをかけて、はい、一瞬で終わりましたね。まあ、初級はこんなもんでしょう。装備が揃ってれば、ほんと楽勝なのかなといった感じですね。はい、これで、おっと、ゲットしましたね。R の食いバタゲットですね。まあ、このまま中級と上級も攻略していきたいと思います。懐かしいな。このサイリさんの告白ね、これ来たらマジでね、もうママーって言ってましたね。この体力回復がマジでね、助かりますからね。まあ、一旦じゃあ中級のボスまでカットしたいと思います。はい、それでは中級のボスの手前まで来ました。で、中級をやってみた感想なんですけども、初級と比べ物にならないくらい敵が強いです。ですので、この団結レベルですね、ここは、あえて装備を弱くして、団結レベルを上げていく必要があるのかなと思っております。まあ、レベル17ですけども、まあ、一旦ね、これで勝てるのかやっていきたいと思います。はい。中級まではいけると思うけどな。主人公が54、サイリが45、ノービが68、雷が60といった感じですね。で、なんか周りに出てきましたね。なんかガードみたいのが。これなんか身代わりとかしてくるんだっけな。まあ、一旦本体を狙っていきましょう。とはいえね、あ、でも、周りのやつから取っといた方がいいのかな。なんかめんどくさそうですよね。そしたら、雷だけ本体の攻撃力を半減狙い。他はちょっと、左の、こいつ狙おうか。OK、行きましょう。やっぱカバーしてきたね。でもいろいろ起こりすぎて、よくわかんなかったけど、行動がスキップされましたね。この、だるいやつから倒していこう。OK、シード倒して、ビービー言ってますが、アームブレイクを叩き込みます。で、連続切りで、周りの障害物を倒すと。OK。さあ、ここで、気絶中プラス、攻撃力半減も入りましたね。ここはもう叩みかけるしかないということで、連続切り2発で、フィニッシュかな。OK。
まあ、中級まではサクサクいけましたね。はい、ありがとうございます。重石と大重石、これでどれくらいかな、 PR かな、 SR もワンチャン入手できましたね。はい、中級でクイバタの SR ゲットすることができました。では次は上級ですね、回りたいと思います。はい、というわけでね、今上級ラスボス前まで来てるんですけども、ここねご注意ください。この赤い敵マス、通常表記なのですが、出てくる敵は全部強敵となっております。ですので団結力を上げてないと簡単に狩り討ちにあってしまいますね。でですね、この、ラスボスに入る前までに団結を50まで上げてまいりました。主人公のレベルが85、サリさんが79、能見が99、雷が94ということでね、まあ、これならさすがに負けないだろうということでね、早速ボス挑んでいきたいと思います。ちなみに主人公にストライク、リングだったっけな、モンストの、素材で作れる装備をつけてあります。これをつけることによって攻撃力が急上昇しますので、これを生かしてラスボスに挑んでいきたいと思います。さあ青で逃げたいね、ここは。あー、回復できず。さあこいつも普通に強いんだよね。ウォークライ使って、アームブレイク使って連続切りしていきましょう。 OK、 体力攻撃ダウン入ったね。ダウン入ったんで一旦全員息を整えます。ラスボス戦に備える。半減さえしちゃえば敵の攻撃力大したことないので、はい、ここ休憩ですね。あ、削っちゃった。ちょいと削られたが、このまま行こうか。 OK、 さあラスボス戦や、倒したいね。多分今までの難易度と比べ物にならないね、強さで来ると思うので、今回は団結レベルも上げてきたんで慎重に挑んでいきたいと思います。形とは変わってないですね。さっきと一緒に、中級と一緒でガードが両脇にあるということで、まあいつも通りの戦法でいこうかな。アームブレイクはクイーンバタフライ、もしかしたらアームブレイク効かないっていう性能してる可能性もあるんだよね。はい、これでいこう。結局そうか、あいつに守られちゃうから意味ないのか。おう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 、なんかいろいろ起きたけど、とりあえず左脇のやつは倒せました。まだ回復アイテムは使わなくていいかな。うん、いや結局かばってくるならいいや、普通に攻めよう。よし、取り巻きを倒していきましょう。うわ、雷大丈夫か。うわうわうわ、大丈夫か。うわ怖い怖い怖い、なんとか倒せましたね。なんか反撃みたいな、かばってるやつが、シールドみたいなのがしてくるんで、連続攻撃しちゃうと、一気に体力が削られちゃいますね。雷アームブレイクで、ちょっと待って、回復はしたいんだけど。うわー、有利取れないか。雷も、無理。あ、雷はいける。主人公も有利取れるか。ここは一旦回復しよう。で、主人公と雷、サイリーも回復した方がいいな。サイリーも回復します。回復して、これでいきたいと思います。うわ、強っ。ちょっと待って、強すぎる。アームブレイク入れて、能見さんで主人公回復。で、連続切り。いこう。オッケー、でかい、アームブレイク入った。よし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 、もうこれを逃す手はないですね。畳みかけましょう。連続切り連続切り、マイル。オッケー、ここで攻撃情報主張なくなる。そのウォークライ打って連続切り、いやこのままいこう。決めろ。うわー、決まんない。いや大丈夫でしょ、ここまで来たら。連続切り、とどめをさせ、いけ、よし。いや強かった、ここまで上げてもギリギリでしたね。はい、団結レベル51でクリアでございます。はい、
PSR 見れるんですかね。そこがめちゃくちゃ気になるんですけど、お願いします。 PSR か PSR か SR かい。 PSR じゃないんかい。マジか。あ、てか、そっか、このあのダンジョンはあれだ、 SR までしか手に入んないんだ。忘れてた。 PSR ゲットできるのはモンストのミキサーガチャの方ですね。はい、といった感じでね、まあ激戦をなんとか突破できたんですけど、普通に難しいです。今までやり込んできた私が挑戦してもかなり苦戦したので、うん、まあ、もうちょっとね、必須スキルとか、まあ武器とか防具とかを研究して、まあ解説した動画も上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、今回の動画ではね、まあ、どんなレベルの敵が出てくるのかといったところをね、知ってもらえたら幸いでございます。といった感じで今回の動画は終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。では失礼します。 See you。